はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、太もも痩せということでスクワットを2種目、初級と中級を紹介しようと思います。用意してもらうものは椅子です。まあ椅子はね、必要とする理由なんですけども、スクワットの際に膝がね、つま先よりも出てしまう。そうなると太もものこの上の部分がですね、しっかり使われて筋肉質な足に、ね、なる場合があります。なのでしっかり筋肉がうまく分散されて使われるように、つま先から膝が出ないようにこの椅子を使ってもらいます。まずじゃあやっていきます。椅子を浅く座ってもらって、すねをですね、床と垂直に座ってもらいます。で、足の幅は肩幅です。つま先まっすぐ向けます。で、この状態なんですけども、まず初級編は両足で立ち上がります。その際のポイントなんですけども、まず手を伸ばして、手が下がったり上がったりしないように水平を保つ目印として手を伸ばします。そしたらこの時にかかとで踏ん張って立ち上がります。上半身が前に行って立ち上がらないように、できるだけ体がまっすぐのまま上に上がります。このままできるだけまっすぐのまま上がってきます。で、この時にポイントなんですけども、立つ前にお尻を一回締めてください。この殿筋をしっかり座ってる時点でギュッと力を入れてから、かかとに重心を乗せて胸を張ったまま立ち上がります。で、座ります。お尻を締めて、かかとに踏ん張るようにして、前かがみにならないように胸を張って立ち上がります。で、座ります。これを今から10回やっていきましょう。1、2、お尻を締めてかかと重心で、3、4、5。お尻締めること忘れてしまいますから、しっかりね、立つ前にお尻を必ず締めてください。1、8、9、10。 OK です。今度は中級編です。片足になります。片足で立ち上がります。片足でですね、同じようにいきます。片足は少しバランスがいるので、しっかり床についてる足のかかとに重心を乗せます。立つ前にお尻を締めます。1、2。間違っても前かがみになって立たないように、できるだけ胸を張ったまま、うっとっとっと、3、4、5、6。皆さんも一緒にやりましょう。1、ポイントは前かがみにならない。8、一回ちょっとお尻を締めます。9、10。反対も同様いきます。足を上げて上がるときにお尻を締めて、かかと重心で前かがみにならない。いきましょう、10回。1、オーバーのサイド、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れでした。今2種目紹介しましたけども、もちろんね、できる方は2種目とも10回やってもらいたいと思います。できればですね、寝る前、週に2回とかやってもらえたら、太ももしっかり鍛えられますんで、男性はね、やっぱり負荷がある方がいいと思うんですけども、女性は負荷があると足が太くなる場合もありますんで、今みたいに椅子を使って、自重でしっかり上手にスクワットをすることで、綺麗な足を手に入れることができますんで、よかったら今みたいに一緒にやってもらえたらと思います。今日、太もも痩せの椅子を使ったスクワットのやり方でした。やってよって方はぜひコメントもらえたらと思います。そして説明欄にも足痩せのブログのリンクがありますので、よかったらご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。